こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、可愛いイラストですよね。はなさんの作品で、タイトルは優香の太もも。ブルーアーカイブの二次創作で、優香の太ももを強調したくて描きたかったので、煽り構図を採用しました。煽り構図や色塗りがまだまだ未熟です、とのことです。はい、まずですね、ちゃんと描いているのが伝わってきて好感度高い作品ですね。キャラ設定をよく見て、細部のデザインも手を抜かずに丁寧に描かれているのがすごく伝わってきます。結構ね、ブルアカってメカニカルなパーツが多いので描くのが大変だと思うんですが、そこをねバッチリ描き切っているパナさんの絵に対するやる気が見て取れました。素晴らしいです。ただね、じゃあどこを添削していくかなんですが、細部を真面目に描いているにもかかわらず、この作品ですね、それにしては完成度がちょっと低く見えてるんですよ。遠目でパッと見た時にそんなに見栄えがしない感じがします。それがもったいない。一生懸命描いても完成度がねあんまり上がっていかないと結構ねもったいないですよね。この作品ですね、そんなにいろいろ描き込まなくてももっと完成度を高めることができるポイントがいくつかあって、そこをね逃しちゃってるがゆえに損をしているように思います。なので今回は完成度を高めるために必要なことについて解説しつつ添削を進めていこうと思います。それでは早速やってみましょう。はい、まずですね、これ何度も口を酸っぱくして言ってることなので、この時点でもしかしたら予想がついちゃっている人いるかもしれませんが、分かっちゃった人すごくねレベルが高いと思います。こうします。はい、添削前は人物が画面に対してストンとまっすぐに配置されていました。まあ、これね絶対にやっちゃいけないわけじゃないんですが、これだけで構図に面白みがなくなってしまうので、完成度を高めたい場合には避けた方がいいポイントの一つです。まあ、もちろんね、仕事で書くときにはまっすぐ書かなきゃいけないっていうレギュレーションが決まっていることもあるので、その場合はねその限りではありません。でちょっとですね、太ももがぶった切れてしまったのでここ書き足しますが、同時にちょっと気になっている点としては太ももの陰影ですね。この陰影を少し強めてあげた方が太ももも強調できるし、前後感も分かりやすくなると思います。はい、こんな感じです。でね、すごい細かいことなんですが、このスカートから落ちている影も太ももの形状を表現できますので、もう少しね丁寧に現象を追ってあげるとさらに魅力的に描けると思います。あとですね、これちょっと言うかどうか迷ったんですが、タイトルで優香の太ももって言ってるので、太ももにこだわりがある作品だと伝えたいんだと思うんですが、なんかあんまりですね、それにしては絵から太ももにこだわりを持っているようには思えないのが少しね残念でした。これねちょっと気をつけてほしいんですが、わざわざタイトルで太ももって言っちゃっているのが逆にね問題な気がしました。そういうのは言葉で言うことじゃなくて絵で表現してほしい部分なんですね。でこれねちょっと精神論的なことになっちゃうかもしれないんですが、言葉でそれを言っちゃうとこれ以上ねよくそのモチーフを観察することをやめてしまって、割と雑に描いてしまってパナさんの解像感を低めてしまう原因にもなっている気がするので、ここをよく見てほしい。ここにこだわりがあるっていう部分はタイトルでね回収せずに、あくまで絵で見ている人にこだわりを分からせるぐらいの、そういう意気込みで描いてあげるとさらに完成精度が上がると思いますよ。頑張ってみてください。はい、なので形状もね少しだけ直します。はい、こんな感じです。このね太ももの先には当然膝があって、そこに向かってねすぼまっていくのと、あとここの大腿直筋が割とせり出しているのに対して、太ももの内側内転筋あたりはですね比較的あんまり外側にせり出してなくて、ちょっとねへこんでる感じなので、そのあたりのこういう起伏もですねこの微妙な面割りで表現したい部分ではあります。あとはこの腰回りの情報、ここももう少しだけ増やしてあげた方が完成度が高まると思います。例えばこうです。
はい、このベルトとポーチなんですが、まあ、隠れていても不自然ではないです。まあ、書くのがね、正直面倒だから隠しちゃえっていう気持ちもわからなくはないんですが、こういうのってですね、逆に完成度を高めるためにはむしろ書いた方が楽に完成度を高めるボーナスチャンスなので、はい、むしろね、もう書いちゃった方が簡単です。簡単に完成度を高めることができちゃうんです。積極的に書いてあげましょうね。そしてさらに、この腰回りのシルエットを強調するためにも、この服の裾をですね、もうちょいふわっと広げてあげても効果的だと思います。やってみます。はい、こんな感じです。体についてはこんな感じでしょうか。これね、上半身は全然手を入れてないのに、現時点でね、腰回りだけを見直しただけで結構ね、見栄えに差ができたのがお分かりいただけると思います。はい、それではここから顔周りの添削をしていきますね。はなさんの今回の絵ですが、添削前のイラストから分かるのが、このね、アイレベルって言います。目線の高さを太ももあたりの低い位置に持ってきて、そこからゆうかちゃんを見上げるように描いています。ただね、ちょっとそう見えなくて、むしろ正面から見ている印象になってしまっているんですが、それには2つ原因があります。1つ目の理由は、顔が結構大きめに描かれているからです。なので最初に顔の大きさを見直します。はい、こんな感じです。これね、下から見上げているので特にですが、顔はもう少し小さい方が自然な感じがします。あとこれも注意なんですが、この首から顎までの長さですね、ここが長すぎてしまうと、なんか首をグッと前に突き出しているようなニュアンスが含まれてきてしまうので、はい、そこもね、ちょっと気をつけてみてください。で、見上げに見えない理由のもう一つ、それがここですね。はい、この頭の上の輪っか、ほら、こうやって見比べるとわかるでしょ。角度がかなり違って見えますよね。ウルアカのね、頭の上に浮いている輪っかのことをヘイローって言うんですが、生徒それぞれにいろいろな形のヘイローがついていて、ウルアカのね、特徴になっています。このヘイローの角度があんまり角度がついていない、潰れた楕円状になってしまっていましたが、そうするとね、正面から見ているような印象を受けます。これですね、下から見上げれば見上げるほど楕円が正円に近づいていきます。見上げ構図であることを強調する場合には、ヘイローを正円に近い形にしてあげてください。はい、あとは目の大きさですかね。これもちょっと気になったので修正します。はい、こんな感じです。まあ、表情としてはすごく良かったので、表情を変えることはしてません。単純に白目の面積を減らした感じですね。いや、これはですね、漫画の一コマとしては別にこのままで全然いいんですが、一枚絵で見せる場合には一箇所だけを誇張した表現は不自然さにね、どうしてもつながってしまう場合が多いので、少しだけ加減した方が自然に受け入れやすいバランスに収まると思います。あと見上げ構図なので、ちょっとね、おでこから頭頂部にかけて少し広めに見えすぎているかもしれませんね。ここも少しだけ縮めてあげましょうか。はい、こんな感じです。見上げ構図を描いたけど、なんかそれっぽく見えないっていう場合、結構ね、ここが原因になっているパターンが多いので気をつけてみてください。それとこの作品、髪の毛もね、すごく丁寧に描かれているんですが、ちょっとね、引いてみると重たく見えてしまっている原因として、色の問題とシルエットの問題、両方ある気がしますね。もう少し色を明るめつつ、髪の毛のシルエットも全体的にふわっとたなびいている感じにしてあげた方が、せっかくの描き込みが生きてくる感じがします。まずは横髪から調整しますね。
はい、横髪を少し調整しました。ゆうかちゃん、光が当たった場所はもう少し明るい紫色の印象なので、そういう意味でももう少し明るくしてあげるとさらにキャラクターに似るかもしれません。さらにこうです。はい、こんな感じです。どうです、めっちゃ動き出たでしょ。はい、ここで一気に印象が軽くなりますよね。ツインテールは少し動きをつけてあげて遊ばせてあげると絵的に一気に面白みが出ますよ。さらに後ろ髪も少しだけ同じような調整をします。はい、こんな感じです。どうでしょう、めっちゃ動き出たでしょ。あとは最後こんな感じの味付けをしてもいいのではないでしょうか。はい、頬をあからめてみました。どこ見てるんですか、あなたを因数分解しますよってね。はい、ごめんなさい、ちょっと何言ってるか意味わかんなかったですね。頬をあからめている感じを追加してもいいかもしれません。はい、ここからは仕上げとして背景なんですが、まあそんなに難しいことはしませんが、ここでも見栄えが一気に変わるポイントです。というか背景一色で描いちゃう人ってすごく多いんですが、背景ってねめちゃくちゃ簡単に完成度を高められるポイントなので、一色にしておくのはすごくもったいない部分なんです。やり方はねいろいろありますが、例えばこうですね。はい、こんな感じですね。適当にハニカム模様のあたりを描いたら、上下で塗り分けてみましょうか。はい、こんな感じ。画面の上と下で色を違えるだけで、画面ってねすごく広く感じられるでしょう。上下の違いを明確にするために、もう少し下を濃い青にしてみましょうか。はい、そしてもう一工夫、この青い部分に雲を描いてあげてもいい感じになりそうですね。やってみます。はい、こんな感じ。雲の映り込みを描いてあげると、ここがガラス質の何かに見えるので、これだけでね近未来的な構造物か何かがバックにあることが感じられていいですよね。はい、今回の添削は以上となります。並べて見比べていってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。今回もねそんなに大工事をしたわけじゃないと思うんですが、かなり全体的に見た時に完成度がアップした感じがお分かりいただけると思います。はい、今回は完成度を高めるために大事なポイントについてお伝えしました。全体を通してお伝えしてきたのは、やっぱりですねシルエット、つるんストンと単純な形に収めないで、特にね外側のシルエット、ここを積極的に出していって面白みのある形を作っていきます。書き込み量が全体的に同じでも、遠目で見た時に情報量が格段にアップしていくのがお分かりいただけたと思います。ぜひ外側のシルエット遊んでみてくださいね。それと今回は二次創作のイラストについての添削でしたが、二次創作はできるんだけど一次創作、できればオリジナルキャラクターを作ってみたい、でもなかなか難しくてうまくできないんだよなっていう人多いと思います。そんな時にはこちらの動画、キャラデザのコツがおすすめです。まあ、キャラデザはね難しいと思うんですが、でもこの順番でやっていくと自然と魅力的で見栄えのするキャラクターが描けちゃうよというポイントを分かりやすくお伝えしています。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてホイのコーナーです。僕にあっち向いてホイを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてホイ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。